パドリ戦争は、1821年から1837年、オランダ領東インドのミナンカバウ地方で、イモム・ボンジョルが指揮するイスラーム改革派と、オランダ軍が支援する反パドリのアダット派との間で起きた戦争である。当初は宗教改革運動として推移したが、オランダ軍が介入したことによって反オランダ戦争の様相を示すことになった。パドリ派は、 南カバウジン社会に古くから伝わる、慣習、文化、娯楽、嗜好品などのうち、母系性親族制度、博打、統計、飲酒、アヘン、紙タバコ、紙金馬などを反イスラーム的であるとみなし、それらの非ムスリム的行為の廃止を掲げて、宗教改革運動を推進した。こうした宗教改革運動は、18世紀半ばのイスラム化運動という形で、 全イスラーム世界で生じてきたものの一つであり、そもそも、ミナンカワウ地方でも、1803年、ワッハーブ派の復興運動に影響を受けて、真っ赤から帰国した3人の発地によってもたらされた、ものである。その後、パドリ派と呼ばれるようになったイスラーム改革派は、いくつかの村々で支持を得たが、伝統的な慣習を守ろうとする村々には、襲撃を加えた。そのため、 ダト・バンダロが率いるパドリ派が、ダト・サティ率いる、監修派と激突するなど、ミナンカバウの村々は改革派と監修派に分かれて、衝突し、ミナンカバウ地方は、内戦状態となった。総主国オランダは、自国のための通商路の確保と、パドリ派に支配を脅かされていた、地元王室の支援要請を受け、ミナンカバウ地方に軍を派遣した。その後、 1825年に一旦停戦合意が形成されたものの、ジャワ戦争の終結によって、余力のできたオランダ軍は再びパドリ派に攻勢をかけ、主だった地域でのパドリ派の活動を封じることに成功した。その後もパドリ派の活動は、イマム・ボンジョルラによって継続されたが、反抗拠点とされた。 ボンジョルトリデが1832年に陥落し、イマム・ボンジョルも1837年にオランダ軍に捕らえられ、ドゥアンクタンブサイが守ったパドリ派の最後の拠点、ダルダルトリデも1838年に陥落した。その結果、オランダ軍がミナンカバウ地方全土を掌握し、同年、戦争は終結した。オランダはミナンカバウ地方を平定したことで、ここを 西スマトラ州として強固な植民地支配体制に組み込むとともに、コーヒーの強制栽培制度を導入するなど、植民地経済経営にも着手した。ありがとうございます。